どこに行くんだよ。結局来たか。面白い。待ってたぜ。敵に後ろを見せるとは、よほどの自信家か愚か者だ。何言ってんだよ。僕を倒すってことは、そんな簡単なことじゃねえ。わかるか。英雄か。何しやがる。まさか、なぜお前はここにいる。今外へ出るなら、俺もいなければ、お前も奴の術に縛られるぞ。それに、外に奴の影がいる。甘く見るな。僕は英雄になるからよ。言ってもわからぬバカばかり。まあいい。僕はお前らに僕の力を見せてあげるよ。あいつは俺が倒す。違うに決まってるだろう。ちくしょう。哲也、奴は俺に任せろ。そうすれば君は、とりあえずは奴を倒して家に戻る。ありがとう。じゃあ先に帰れ。それじゃ。お前と僕の違いは、虫と神の違いだ。我々は、セフィロスが残した影響の調査を始めた。何があったと思う？何も、何もなかった。安心していい。しかし予期せぬことが起こった。邪魔が入ったのだ。お前が襲った奴ら、カーダージの一味だ。カーダージたちは若く凶暴だ。我々は腕の立つボディガードを雇うという結論に達した。別に。お前しかいない。頼む、元ソルジャー。お前は孤児たちと住んでいるそうだな。その子たちに。笑顔を取り戻してやりたくもないか。我々の最終目的は、世界の再建だ。哲也、結局お前は、奴と完全に戦ったんだ。はい。まあ、そうでもないけど。それは人間と宇宙人の共存こそだ。それはどうなるかわかるのかよ。あ、わかりました。すいません。やれやれ。とりあえずは家に帰って練習を続けてくれ。はい、仰せの通りにいたします。